もうほんとやだでもこの日が来ないでくれと何度思ったことか。あーやだー痛くない。なんとなくダメって思ってるんですけど、あのそれを正式に通告されるかどうかってやっぱ大きいですよね。割と孤独な戦いなんです。みんな忘れてる、私理系このぐらいの言い訳はしたい。もう合ってるんでしたっけ。待って、よしまだこっから、こっからスタートってことですよね。あー、はい、はい、いきます藤本まりの関係一級への道。パフパフアイカーン。来てしまいましたこの日が。あー、改めてどうでした。終わったなって思あ、ちなみにあの日の夜めちゃめちゃ泣いた。同行してくれた同期ディレクターに、もうダメだ、私はもうダメだみたいなことを1時間ぐらい言って、帰って親に電話しながら泣いて、なんかその使ってる問題集、私1冊の問題集をすごくこう完璧にするタイプなんですけど、その問題集に載ってない問題がまあまあ出ちゃって、いやでも本当にこれ私がどんな結果であれ、あの東大生がみんなそういうわけじゃないんですよ。なんかもう落ちた前提で言ってるから全然パソコン触らない、あー触らなきゃダメか。え、これってどう思われてるんですかね。私は一級も本気で受けたと思われてるんですかね。こんな忙しいのに一級の勉強なんてすごいですみたいな。一級の勉強まだしてない。あー、いやーやだ、見たくない。入試の時より結果見たくない。でもあの自分的にはすごい勉強頑張ったつもりだったんですけど、どんな結果であれちょっと笑顔で頑張って乗り切ろうと。いきます、 3、2、1。 0点ではありませんでした。4点。何点満点中？200点満点中。初めて取った。いやちょっと私関係一級持ってる人本当に心から尊敬します。いやでもこれ見なきゃダメですもんね。いやでもちょっと待って、今日だってねカメラ回る前に約束しましたもんね。あの元気にやる元気にやる。いやこれはめざましテレビチャンネルだから。いきます、はい、たー落ちましたありゃまあ、いやへこむな。前回より点数下がってますね。あと14点、前回が9点差だったんですよ。から考えるとちょっと前回より点数が落ちたところが結構良くないですね。前回より勉強したんですけどね遠いな。すごい、あのマキシマムザホルモンさんと生田さんのあのめっちゃ楽しい企画2週続いた後でこの25歳 OL が泣いてる映像ザ・ノンフィクションみたいな生きてー改めてちょっと関係各所にね、あのお詫びをね、まずは、この動画を見てくださっている皆さん、インスタグラムなどで頑張ってくださいとメッセージをくださった皆さん、このような結果になってしまい大変申し訳ございませんでした。そして目覚ましテレビ関係者の皆様、番組の企画をこのような形にしてしまい大変申し訳ございませんでした。そして株式会社フジテレビジョンの皆様、動画見てるよ
関係頑張ってねとたくさんの方から声をかけていただいたんですが、こういう結果となってしまい大変申し訳ございません。最後に東京大学に在学中または卒業された皆様、東京大学の信頼と信用を損なう、私一人では損なわないとは思うんですけど、ちょっとでもそういう面、大変申し訳ございませんでした。以上です。次回は一個受験にしましょう、ちゃんと。やっぱ二頭を追うものは一頭をめずってこういうことを言うんですよ。ただこの企画は継続いたしますので、皆さん今後とも応援よろしくお願いします。のんびりできる企画、本当に河原で座って藤本マリのリフレッシュ企画、次回はリフレッシュ企画でお会いしましょう。バイバーイ。